日本新潟県新潟市中央区小町、西堀通り西堀通りは、新潟市中央区の市道、またはその沿道の町名。現行行政地名は、西堀通り一番町から西堀通り十一番町。住居表示未実施区域。郵便番号は951-8061。1872年から現在までの町名で、新潟町の町域改変に伴い寺町2から、解消。 通りの名は、かつてこの通りにあった西堀に沿うことに由来する。品野川河口付近左岸、古町通の西側を並行するように南北へ走る、片側2車線の道路である。通りは上手の白山神社側を起点に一番町から十一番町まである。沿道の町名は、西側が西堀通り、東側が西堀前通りとなる。 これはかつて堀の両端の道がこう呼ばれていた名残である。通りに直行する道路は工事と呼ばれる。交差する工事については外部リンクの通りと工事の一覧、もしくは小町交差する工事の項を参照。6番町から7番町にかけては古くから古町通と共に栄えた歓楽街である。商業施設が数多く立地し、西堀 ROSA と呼ばれる。 地下街が広がる。沿道に立つ主な施設については、小町主な施設を参照。名の由来にもなった寺町堀は、上皇3年に新潟町がこの地に移転した際、東の片原堀と共に整備された。この堀は信濃川に沿うようにやや曲がりながら進むため、自然の川を生かして整備されたという説もある。 堀からは信濃川へ注ぐ水路が5本掘られていた。通りの西側は寺町として整備され、堀に面した通りは寺町2と呼ばれていた。江戸時代には寺町2の中間点に奉行所が、明治以降は1989年の移転まで新潟市役所が置かれた。堀の東側は江戸時代中期まで店を構える者はほとんどいなかったが、 江戸時代後期になるという女が行き交う観楽街となった。明治5年10月に寺町堀は、西堀と改められ、埋め立てられた後に西堀通りと名付けられた。西堀通りは長らく、東堀通りに対抗する4車線の一方、通行道路であったが、2008年7月24日に、片側に車線の対面通行となった。 2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西堀通りは一番町から十一番町まであるが、一番、堀通町に隣接して一番町が始まる古町2などとは異なり、西堀前通り二番町付近から一番町が始まる。 1879年以前には一番町から12番町まで設置されたが、1887年に一番町が削除されて以下が繰り上げられ、一番町から11番町に改められた。正さや工事を中心に地下街、西堀 ROSA や商業施設、都市銀行の支店がある。かつてはラフォーレ原宿、新潟や新潟三越もあった。ありがとうございます。